はい、今回の動画はですね、僕ね、明日から、旅行に行って、で、そこで飛行機を使うんですけど、今回一切電車使わずに、電車の旅じゃなくても普通に、旅行に行くんですけど、その時にね、多分皆さんもどっかで、旅行している方はね、飛行機使う方もいいんじゃないかっていうふうに思われますが、あんまりね、なんていうの、ちょっと当たったらいけないっていう期待があるんでね、期待っていうのは期待するの期待じゃなくて、わかると思うんですけど、飛行機の期待の期待だからね、ちょっとわかると思いますが、はい、そんな感じなんですけど、でも中にもね、当たっちゃいけない期待があるんですけど、僕的にね、それを紹介します。右上に出します。はい、今出てると思うんですけど、ボーイング737型機ですね。100から始まったから、ボーイング737の100が多分今のボーイング737のなんとか X とかっていう、新型機の、初期型から始まって、どんどんボーイング737の400とか、800とかっていう風ないろんなものがあるんですけど、中にもね、似たような顔の、似たような機体がボーイング727って、今はもうちょっと引退していますけど、昔そういうのもね、飛んでました。なんでボーイング737は当たっちゃいけないのかっていうと、ニュースでもね、なんかテレビ番組でもよく耳にするんですけど、ボーイング737はね、不具合が多いっていうことを聞いたことがあるんですよ、僕。ついこの間、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前、よくわかん、忘れたけど、墜落事故とかあったよね。ボーイング737の、多分新型機の分があったんですけど、でもあれもなんか海外かな、多分海外の話なんですけど、墜落したりとかね。めったにはないんですけど、でも中にもね、一番多いのは墜落する機体で、ボーイング社の機体って言ったら、他にもボーイング777とか747とか、あと767とかっていう風ないろんな機体がありますけど、787とかね、いろんなのがありますけど、その中でも737が多い。もう一つの会社は多分エアバスっていうのがあるんですけど、エアバスは置いといて、今回ボーイングの中で一番多いのは、737。で、なんでこういう動画を出すかっていうと、しょうもないことなんですけど、日本のね、日本航空だったりとか、ANA が多分、日本の航空会社で主な会社なんですよ。もう一つ ANK っていうのあるけど、多分 ANK は、ANA の子会社かな。でも、なんでこんなに詳しいかっていうと、僕実は飛行機にも興味があるんですよ。なんで詳しいんですけど、たまに多分動画でも出してると思うんだけど、多分たまに空港とかに行ってから、多分出雲空港かなとか広島空港とかに行って、で、なんか撮ったりとかしてるんですけど、飛行機の動画を何個か出してるかな、3つぐらいなんですけど、飛行機にもねちょっと興味があるんで、ちょっと詳しいかもしれませんけど、で、ボーイング737はね、なんで不具合が多いのかっていうのはね、原因は不明っていうふうに言われてるんですけど、何の話だったっけ、さっきまで、日本の ANA の会社のことについて話しとったか。で、その日本の主な会社では ANA、日本航空、ANK はもうボーイング737しかないな、なんですけど、その3つ、ANK と ANA は多分合わせたら2つの会社なんですけど、でもそれがですね、全部ボーイングなんですよね。昔ね、多分エアバス使っていたから、
日本航空は特にね、特に日本航空は多分エアバスを使ってない会社なんですよ。中でもね、世界の中でもエアバスがない航空会社として有名らしいです。まあ ANA はね、なんかたまにエアバス320とかっていうのがあるんですけど、まあエアバス320はね、ちょっとうるさいか、なんかちょっとエンジンの音が、なんか機内から聞くとなんかちょっと船みたいな音がするし、ちょっとうるさいんですけど、どう言ったらいいんかな。まあなんかモーター音がすごく聞こえるんで、ちょっとうるさいんですけど、なんか離陸した後はね、離陸してからしばらくした時ちょっとうるさいんですけど、まあなんか中でも多いのは、2つとも多いのはボーイング737、まあボーイング737だけじゃなくて、まあボーイング社の会社の機体が多いんですよ。でまあその中でね、ボーイング737があるっていうことなんで、まあね、僕は一応警告しておきますけど、ボーイング737に当たった皆さん、ちょっと注意した方がいいです。中でもね、まあめったにない飛行機事故なんてなんですけど、まあね、たまにある飛行機事故として、ボーイング社の機体の中で一番多いのは737って言われているんで、まあ737に、まあ、乗った方はですね、まあ機体とかね、あんま分かんない人にはあまりよく分かんないと思うんですけど、まあ、ボーイング737もう一度出しますけど、こんな顔をしてますんで。でまあ777があるじゃないですか。飛行機に詳しくない人は分かんないか。ボーイング777っていうのをこっちの写真に出しますがあるんですけど、多分ボーイング737はね、多分777の多分エンジンがあるじゃないですか。多分あのぐらいの大きさが機体ですから、多分ボーイング777の777のエンジンの大きさの、なんかどう言ったらいいの、機体の大きさが、なんかボーイング777の、ボーイング777の777のエンジンの大きさなんですよ。まあそれがね、ボーイング777で、しかもちょっとボーイング737は、ちょっとね、角張ってるんですよ。なんかちょっと特徴的で、まあ、ちょっと見たらわかると思うんですけど、今写真出してちょっとカクカクしてるでしょ。なんか他の機体はなんかゼロ系新幹線みたいに丸いんですけど、なんかボーイング737だけ特殊なんですよ、そういうところは。なんで、まあ、それを見ていただいたら、これはボーイング737ってそういえば言ってたなっていうふうなことが思い出すと思います。ということなんで、ボーイング737に当たったあなた、気をつけてくださいという感じの動画でした。それでは以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。